注意する。まるで縁がなさそうな二人が知り合ったきっかけを調べると、2016年2月に放送された、旅ズキンちゃん、中部日本放送の企画で誰のがれ明美さんがキャンプを訪れたことでした。誰のがれさんはマウンドでの厳しい表情とは違う陽気な笑顔を見て思わず、かっこいい、と口走り、山崎さんも、かわいいです、と応じるなど会話が盛り上がったそうです。二人の関係は取材の場だけにとどまらず、同じ年の4月には球場で誰のがれ明美さんが山崎さんのグッズを身につけて応援している様子がファンに撮影されて話題になりました。ジャイアンツファンを公言していた誰のがれさんの返信ぶりにネットでは交際疑惑が浮上しましたが、実際にはマネージャーさんたちと野球観戦をしただけと説明しています。その後も仕事以外でのツーショットもありませんし、二人の性格からすると交際したらオープンにするはずなので山崎さんと誰のがれさんが付き合っていた可能性は低いでしょう。それにしても、人気タレントになると気軽に野球観戦もできないというのは少し気の毒ですね。山崎康明は田中みな実を好きなタイプに挙げて告白。最後に山崎康明さんと田中みな実さんのただならぬ噂について見ておきましょう。田中さんは TBS アナウンサーとして人気を博し、フリーに転身後はタレントや女優、発売1ヶ月半で累計発行部数が60万部を突破した写真集、シンシアリー・ユアーズで有名になりました。書籍、本日発売、話題の
と言えるかもしれませんね。